ロングウッドハウス、ロングウッドハウスは、セントヘデナに流されたナポレオンが1815年12月10日から1821年5月5日の島でを過ごした館。ジェームズタウンから約6キロメートル離れた、風に吹きさらされた平地にある。ここは、かつて副総督が火器に使った住居であり、1815年にナポレオンのように供された。イギリス政府は、 これが皇帝とその全員の住居としては不適当であると考え、ナポレオンの存命中に近くに専用の新しい家、ニューロングウッドハウスを建てたのだが、彼がそこに移り住むことはなかった。1818 18年2月に総督のハドソンローはバサースト博に対し、ナポレオンをローズマリーハウスに移すことを進言した。ちょうど利用可能になった、そこは、 風から遮られて日陰もある、ナポレオン好みの島のより過ごしやすいところにあった。しかし、セントヘレナから戻ってきたのロンドンでの話を聞いた、バサースト博は、脱走がより困難なロングウッドに、ナポレオンを止めておく方が安全だという考えに傾いていた。その結果、ニューロングウッドハウスの建設は、ナポレオンが島に来てから3年後の1818 18年10月に、 ようやく始まった。ナポレオンのロングウッドにおける生活は、ベルトラン将軍とその家族、さらに三十二人の中国人を含む多数のスタッフに囲まれたものであった。ナポレオンの死後、ロングウッドハウスは、イギリス東インド会社に戻され、後王室財産となり、農業施設として使われた。ナポレオン三世は、館が打ち捨てられていることを聞きつけ、 フランスへの引き渡しを1854年からイギリス政府と交渉し始めた。そして1858年に、館と墓所の谷、ザバレー・オブ・ザ・トゥームが7100ポンドで、フランス政府に引き渡された。これ以降、館と谷は、フランス外務省の管理下にあり、島に、フランス政府の職員が一人住んで、それぞれの敷地の管理を行ってきている。 1959年に3番目の不動産となるが、デームからフランス政府に寄贈された。ここはナポレオンが島に着いた後、ロングウッドハウスが準備できるまでの最初の2ヶ月を過ごした場所である。白アリの繁殖により、1940年代にフランス政府は建物の取り壊しを検討した。この時、ニューロングウッドハウスとブライアーズのバルコム。 S ハウスは取り壊されたが、ロングウッドハウスは、フランスの学芸員の協力のもと、忠実に再建された。現在、当時からの構造物として残っているのは、正面の石階段だけである。2006年にミヒエル・ダンクアスン・マーティノは、セント・ヘレナ・ナショナル・トラストに、ハート型の滝の谷を寄贈した。2008年に彼は、フランス政府に、ブライアーズの展示館周辺の土地を寄贈した。 ロングウッドハウスは現在フランス政府が所有する博物館となっている。島にはもう一つの博物館もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。